それまでがダメだからといってそれは今日これからすることとは無関係だ。アンソニー・ロビンズ。今ないものについて考える時ではない。今あるもので何ができるかを考える時である。ヘミングウェイ。常にもう一度だけ挑戦してみる。トーマス・エジソン。絶体絶命に追い込まれた時に出る力が本当の力。本田宗一郎。すべての運命、すべての現実を受け入れること。そこから再び歩き出せばいい。山本寛斎。諦めないやつに誰も勝てっこない。ベーブ・ルース。あらゆる間違った試みは将来への第一歩。トーマス・エジソン。無理だなんて絶対に口にするな。マイケル・ジョーダン。一生に間違いも正解もないだろう。前を向いて歩いたってつまんないよ。後ろを振り返った方があれが楽しかったって楽しいよ。タモリ。森田和義。面倒くさいと思った時に貧乏神が来ます。楽しいと思った時に福の神が来ます。森田健一。料理って楽しいよね。自分の思いが伝わるじゃない。栗原はるみ。やりたいけれどできないことより、そんなに好きじゃないけれどできることをやったら結構楽しい人生になるっていうこと。為末大。白い俺と黒い俺、どっちもあるから楽しいんだよ。ティキ・ミック。
楽しいイコール楽ではなく、辛いこと、困難なことを楽しむこと。それさえできれば誰もが人生の成功者になる。栗城義太。楽しい時に笑うのは当たり前。苦しい時、悲しい時にもかかわらず笑おう。斉藤茂太。一緒にいて落ち着くとか、話していて楽しいとか、そういう普通のことが一番大事だったりする。野原ひろし。終着点は重要じゃない。旅の途中でどれだけ楽しいことをやり遂げているかが大事なんだ。スティーブ・ジョブズ。人生は楽しいと思っている人といると楽しい。福島正信。いつも毎日楽しい何かがあると思っている。黒柳徹子。楽しくないものをどうすれば楽しいかということを考えていくと楽しいんです。明石家さんま。迷ったら楽しい方を選んで、迷ったら明るい方を選んで、迷ったら好きな方を選んで。ローラ。僕は毎日今を楽しくしたいから無理やり何かイベントしてますよ。所ジョージ。人生を楽しむ秘訣は普通にこだわらないこと。アインシュタイン。自分から動かないからつまんないんだよ。所ジョージ。陽気な心は薬のように人のためになる。ソロモン。幸福になりたいのだったら人を喜ばすことを勉強したまえ。マシュープ・リオール。幸せになるって簡単なんだよ。いつもニコニコして
いい言葉を使いな。それだけで幸せになれるんだよ。斉藤ひとり。凡人は不満を嘆き、賢人は不満に学び、達人は不満を生かす、そして偉人は不安をも楽しむ。野村正樹。幸福とは結果ではなく、自分が納得のいく生き方をしている状態なのである。ジョン・キム。みんな自分だけが悩んでいると錯覚して、他の人は悩んでいないように見えてしまう。柳井正。自分以上のものを求めるのではなく、自分の持っているものを楽しむ。所ジョージ。どうにもならないことは忘れることが幸福だ。ドイツのことわざ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。